皆さんこんにちは、森です。年末にですね、この KTM フリーライド 250F を買ったんですけども、なかなかね、ちょっと年末年始風邪ひいたりとかね、あと雪が降ってたりしてて、これのインプレ動画撮れてませんでした。なのでちょっと久しぶりにね、バイク、これ乗ってるね、動画を今日は、やりたいと思います。最近ね、ちょっと友達と山行く機会があって、で林道で乗るんやとね、やっぱちょっとトラッシャーしんどい面があるんで、セローとかね、 RR2T とかと言ってるんで、ちょっと違うバイク欲しいなと思って、で僕ほとんどね、トライアル車以外買ったことがないんですよね。多分ね、トライアル車以外のオフ車買うのはほぼ初めてに近いです。前にね、セローにガチャピンエンジン積んで走ってたとか、ああいうのはあるんですけども、こういう完成したね、バイクを買うのはほぼほぼ初めてですね。で、山でね、知り合いにこの KTM フリーライドを乗らせてもらったらすごく良かったんで、11月ぐらいから探してたんですけど、岩手県のね、ライディングビレッジさんっていうショップに中古車として、出てたんで、即購入しました。走行距離もね、浅くて400キロとかぐらいかな。で、走行時間もね、20時間程度ですごくね、程度良かったです。ちょっとエンデュールとかには出てたらしいんで、傷はあるんですけども、オフ車なんでね、その辺は全然、気にしていないです。でそれとね、このガレージね、ここ今前やったガレージの、リビングスペース今ちょっと作ってるんですけども、こっちのね、なんか内装やったりとか、なんか忙しくて、仕事もね、いろいろあったんで、あまりね、ちょっと動画できてないんですけども、はい、今年もね、ボツボツとやっていきたいと思います。はい、でもう一点です。キビテックさんからね、ハンディタイプの高圧洗浄機提供していただきました。はい、オレンジで KTM みたいでね、ちょっとかっこいいですね。以前からですね、僕も山今行くんで、こういうハンディタイプのやつ欲しいなと思ってたんですよ。で、ちょうどそこでね、ちょっと提供していただけるっていうことなんで、今日はこのハンディタイプの高圧洗浄機、これもレビューしたいと思います。はい、これが本体ですね。で、もうここにこう、挿すだけで、多分使えると思います。で、電池をつけると。で、あとはここにね、ホースをつないで、タンク、ポリタンクでもいいし、水道につなぐとかでもいいと思います。こういう感じでホースもついてますね。はい、で、あと、これね、マキタ互換らしいんで、マキタの 18V のバッテリーを使えるのがありがたいところです。で、これがあれですね、泡の、アタッチメントですね。これつけると、泡が、出るようにできるようです。はい、こんな感じでね、充電してるんですけど、2個いっぺんに充電できます。これありがたいですね。はい、ではちょっとテストしてみます。ノズル6種類、ストレート、シャワーで、ちょっとこう圧が強いバージョンですね。で、15度、25度、で、40度。で、もう一個ノズルがあって、これ何やろな。これは、これが結構ね、圧強そうなんで、これちょっと使ってみようと思います。やっぱりね、山で、バイク乗るとね、パッとその場で洗いたいけど、水も水道も電気もないみたいなところがあるんで、そういうところではかなり便利な感じはしますね。どっちがいいの？なるほど。キビテックさんの高圧洗浄機試してみました。感想としてはですね、やっぱりバッテリーなんでね、ちょっとパワー弱めですね。で、水道のね、ホースとかがないところとかで、山でこう、車にね、バイクを積むときに、やっぱり、できるだけ泥を落としたいとか、そういうときにはかなりいいかなと思います。はい、あとね、これ、マキタ互換なんで、バッテリー、マキタも使えます。で、今、弱、中、強とあって、今、強でやってたんですけども、もうちょっと緩くしたらね、鼻の水やりとかにも使えるみたいです。
まあ電源のないところで使えるっていうね、やっぱりそういうメリットがあるんで、そういうところで使うにはかなりいいと思います。さて今日の本題は KTM フリーライド、早速乗ってみたいと思います。まあウィーリーした感じとかね、やっぱりちょっとトライアル車よりはスイングアームが長い感じですね。でもうすでにねステップを切ってバックステップにする、ブラケットごとやり方ではないんですけども、バックステップにしてあります。でバックステップにするとね、こういう感じでちょっとダニエル的な動きとかもできる、やりやすい感じになりましたね。であとマフラーもね、中結構詰めてあったりとか、なんかこうエンドのところにね、バッフルみたいなのがいろいろ網とか入ってたりしたんで、その辺も全部、カットしてあります。でリアブレーキがねブレンボの、リアブレーキに変えてます。多分 EXCR かな、ちょっと中古で買ったんでよくわからないんですけども、適当なね KTM のブレンボに付け替えてあります。ちょっと加工はね必要でした。やっぱりこうノーマルのフォーミュラのブレーキの評判がすごく悪かったんですね。で僕のやつも例に漏れず、いきなりね乗ってこうリアのブレーキねエアガミとかしたりして、トラブル出ましたね。で全体的なね乗り味としてはやっぱり、トラ車よりはちょっと大きいし、エンデューロのバイクよりはコンパクトっていう感じですね。でエンジン自体もねやっぱり EXC とかよりも、ちょっとエンジンマイルドかなと思います。エンジンはねやっぱりピーキーですね。でこういったの2段ステアとかね、ピーキーな方が回転上がってくるのが早くてね合わせやすいです。ただしやっぱねフライホイールが小さいせいだと思うんですけど、ちょっとトルクがなくてねパスってこう止まっちゃうんで、まあ、それがちょっと、演奏しやすいところがね難点かなと思います。サスペンションのセッティングはね特に難しいことはしてないんですけども、前後ねダンパー減衰全ゆるにしてます。でリンクレスなんでね意外とダイレクトかなと思ったんですけど、まあやっぱストロークはねトラ車とかよりも長いんで、逆にねリンクレスの方がまあ僕らトライアル乗りには合ってるような気がしますね。タイヤなんですけども前後 IRC でフロントはコンペを使ってリアはツーリスト使ってます。でまあ車重あるんでね、バイアスでもどうかなと思ったんですけど、意外とグリップするし、まあ十分かなっていう感じですね。で意思でもまあそこまで滑らないかなっていう感じです。まあできればねミシュランとかの方がいいのかなっていう印象もあります。で斜面なんですけども、まあ本当のねドロドロになると、イボタイヤというかのエンデューロのねガミ系のタイヤの方が、登るかもしれないんですけど、まあ僕らがね軽く山遊びしてる感じだと、このタイヤでも十分かなっていう感じがします。で斜面なんですけどもね、まあうちちょっと今あんまり斜面ね乗れるとこ少ないんですけど、かなりね、動画輪路動画ね見てもらったら分かる通り登ります。このバイクはめちゃくちゃ何をとってもね不満がないんで、なんでちょっとこう廃盤になったんかなっていうところですよね。まあやっぱりちょっとこうねいろんな持病を抱えたまま発売し続けたっていうところが、まあやっぱり売れなくなった理由なのかなっていう気がします。まあ故障さえなければねとてもいいバイクなんちゃうかなと思います。